1> 1月6日午午後後3時時から午後10時54分日本テレビ「ザ・ミュージックデーにナンバーアンダーライン愛が出演しますキンプリとナンバーアンダーライン愛異なる道を歩む2組が再び交差する理由に迫る2024年の夏が始まるとともに多くの音楽ファンが待ち望んでいる「ミュージックデーがやってきますこの特別なイベントには数々のアーティストが集まり 視聴者に感動と興奮を届けるための舞台が用意されています。今年のラインナップもまた多くの注目を集めており、中でも特に話題になっているのが、キングプリンス、キンプリとナンバーアンダーラインアイの共演です。この共演が SNS 上でどのように受け取られているのか、そしてその背景にあるものについて探っていきたいと思います。キンプリとナンバーアンダーラインアイの共演が発表されると、 瞬く間にネット上では様々な反応が飛び交いました特に一部のファンがこの共演に対して否定的な意見を持っていることが注目されました週刊誌や一部のメディアがこの話題を煽るような報道を行ったことも火に油を注ぐ結果となったのかもしれませんしかし実際のところこの共演に対する否定的な意見は一部に過ぎず多くのファンはポジティブな姿勢でこれを受け入れ楽しみにしているのです キンプリとナンバーアンダーラインアイは、それぞれ異なる事務所に所属し、異なる道を歩んでいますが、彼らの間には長い歴史と深い尊敬の念があります。ジュニア時代から共に活動してきた彼らが、再び同じステージに立つことは、多くのファンにとって感動的な瞬間であり、過去の思い出を蘇らせる貴重な機会となるでしょう。この共演が実現する背景には、 彼らのプロフェッショナリズムと音楽への情熱があることは間違いありませんナンバー・アンダーライン・アイのファンの中にはキンプリとの共演を歓迎する声が多くあります彼らはナンバー・アンダーライン・アイが世界進出を視野に入れた活動を展開していることを誇りに思っておりこの共演がその一環であると理解しています一方でキンプリのファンもまたナンバー・アンダーライン・アイとの共演に期待を寄せており 彼らの新たな一面を見る機会として楽しみにしています。こうしたポジティブな意見が多数を占める中で、一部の否定的な意見が目立ってしまうのは残念なことですが、それもまたファンダムの一部であると言えるでしょう。この共演に関する議論が続く中で、重要なのは彼ら自身がどのように感じているかです。実際のところ、キンプリとナンバーアンダーラインアイのメンバー同士は、お互いに深い尊敬と友情を持っており、 共演を楽ししみにしているのです彼らが再び同じステージに立つことは過去の思い出を共有し新たな歴史を作り上げる機会となるでしょうファンがあれこれというよりも彼ら自身の気持ちを尊重し純粋に応援することが大切ですまた彼らの共演が実現するミュージックデ y はただの音楽イベントではありませんこれは多くのアーティストが集まり それぞれの個性と才能を発揮する場であり、視聴者にとっても特別な一日となります。ビリー・アイリッシュのような海外のビッグスターが参加することもあり、国際色豊かなラインナップが揃うこのイベントは、多くの人々にとって忘れられない体験となるでしょう。このような特別なイベントにおいて、キンプリとナンバーアンダーラインアイの共演が果たす役割は非常に大きいです。彼らのパフォーマンスは、 多くの視聴者に感動を与え、音楽の力を再認識させるものとなるでしょう彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかそしてその結果としてどのような反応が生まれるのかは今後の注目ポイントです一方でこの共演に対する批判的な意見にも耳を傾けることは重要ですファンダムの中にはさまざまな考え方や意見が存在しますこれらの意見を尊重し 対話をを通じて理解を深めることが健全なファンダムの形成につながるでしょう彼らの共演がもたらすものは単なるパフォーマンスだけではなくファン同士の絆やコミュニケーションのきっかけにもなるのです私自身も『ミュージックデイを心待ちにしている一人ですこのイベントが持つ特別な雰囲気や多くのアーティストが集まるエネルギーを感じることができるのはとても貴重な体験です キンプリとナンバーアンダーライン愛の共演に関しても、純粋に楽しみながら彼らのパフォーマンスを応援したいと思っています。彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのか、非常に興味深いです。今回の共演が、彼らにとってもファンにとっても素晴らしいものとなることを願っています。音楽は人々をつなぐ力を持っており、 今回のミュージックデーがその力を最大限に発揮する場となることを期待しています。最後に、この記事を読んでくださった皆さんにも、ぜひこのイベントを楽しんでいただきたいと思います。キンプリとナンバーアンダーライン愛の共演がもたらす新たな感動を一緒に体験しましょう。このミュージックデーは、多くの人々にとって特別な思い出となること間違いありません。そして、 今回の共演がどのような影響を及ぼすのか、ファン同士の絆やコミュニケーションがどのように変わっていくのか、非常に興味深いです。音楽の力を再認識し、彼らのパフォーマンスを純粋に楽しむことが、私たちにとっても大切なことです。未来に向けて、キンプリとナンバーアンダーライン愛がどのような道を歩んでいくのか、彼らの成長を見守りながら、共に応援していきましょう。 彼らの音楽が私たちに与える感動や影響は計り知れないものがあります。この特別なイベントを通じて、音楽の素晴らしさを再確認し、彼らの今後の活躍に期待しましょう。キンプリとナンバーアンダーライン愛の共演がもたらすもの、それは新たな歴史の1ページです。彼らのパフォーマンスがどのような感動を生み出すのか、その瞬間を見逃すことなく、一緒に楽しみましょう。そして、 彼らが築き上げる新たな未来に向けて、私たちも共に歩んでいきましょう。音楽の力を信じ、彼らの活動を純粋に応援することが、私たちファンの役割です。今回の共演を通じて、キンプリとナンバーアンダーラインアイがファンに届けるメッセージは一体何でしょうか彼らが異なる道を歩んでいるにもかかわらず、同じステージに立つことができるという事実は、 音楽のの力とプロフェッショナリズムの証です。彼らが再び交差することで、新たな創造的なシナジーが生まれ、その結果として視聴者に新しい感動を提供することができるのです。この共演が特に興味深いのは、彼らの音楽スタイルが異なるため、どのようにして一つのステージで融合するのかという点です。キンプリはポップでキャッチーなメロディーが特徴であり、広く親しまれています。一方 ナンバーアンダーラインアイはより実験的で国際的な音楽スタイルを持ち多様なジャンルを取り入れていますこのような異なるスタイルが共演することで新たな音楽の可能性が広がることを期待していますファン同士の関係もこの共演を通じて変わるかもしれませんお互いのグループを応援するファンが一つのイベントで交流し共通の話題を持つことができればより強固なファンダムが形成されるでしょう 音楽は人々をつなげる力を持っており、共演を通じてファン同士の理解と尊重が深まることを期待しています。また、彼らの共演がもたらす影響は、音楽業界全体にも波及するでしょう。異なる事務所に所属するアーティスト同士の共演が増えれば、業界全体のコラボレーションの可能性が広がり、新しい音楽シーンが生まれるかもしれません。これにより、 ファンはより多様な音楽を楽しむことができ、アーティスト自身も新たな挑戦と成長の機会を得ることができます。彼らの共演が実現する背景には、音楽業界の変化や進化があります。デジタル化の進展により、アーティストはより自由にコラボレーションを行うことができるようになり、ファンとの距離も縮まっています。SNS やストリーミングサービスの普及により、ファンはリアルタイムでアーティストの活動を追いかけ、 応援することができます。このような環境の中でキンプリとナンバーアンダーライン愛の共演はまさに時代を象徴する出来事と言えるでしょう。